おっぱいは世界を救う。はい、淀川隆平です。今日の俺の部屋、こちらのスキレット、ちょっと錆びついてるんですけど、まあ、こっちは耐熱、こちらのシーズニングと、こっち焼き入れまだなんで、焼き入れの方を行いたいと思います。まあ、焼き入れといっても普通に火をつけて、まあ、油をつけて油をにじみ込まして、まあ、このくず野菜ですねを炒めれば、まあ、いい感じなんです。でこのスキレットというのはこちらが手元が熱くなるんで、袋を確実に用意して行うようにしましょう。では早速やりたいと思います。まあいつもの俺の部屋なんで、これは外したいと思います。では現地の方を移動したいと思います。現地っても、まあそこなんだけどね。つけてください。かなりここが熱くなります。つけても熱いぐらいですか。これ水に見えますけど油です。ちょ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 、
焼き切れがつきましたね。もうちょっとこれで油飛ばします。緊張してるじゃん。あたた。これは食べるんじゃなくて、これ焼き入れのためのやつなんで。食べることはないです。食べたらお腹を壊しますね。鉄分が出てきて、まあ、鉄分でお腹を壊すことはないと思うんですが、とりあえずいい焼き入り具合になってきたな。これでまあもう、まあ、いい感じですね。完全に焼き入れ終わったんで、次回これで何、か作ってみたいと思います。水分補給は忘れずに行いましょう。感じになってきた。ついでにこっちも焼きを入れました。この後なんですけど、これ焼き入れ終わったんで、錆びてしまうんですよ。この煮物というのは錆びてしまうんですよ。だからこちらの方を、油、サラダ油かなんかで引いて保管する形になります。そうしないと結局錆びます。まあ、焼き入れはこんな感じで終了します。 I believe back
チャンネル登録を